ゴーリキー鉄道支社は、ロシア鉄道公開株式会社の支社の一つであり、1961年に創設された。中央連邦管区に属するブラジーミル州、リャザン州と、ソイボルガ連邦管区に属するニジニノブゴロド州、キーロフ州、モルドビア共和国、チュバシ共和国、ウドムルト共和国、タタールスタン共和国、マリエル共和国のロシア鉄道線を管轄する。本部は ニジニノブゴロドに設置されているが、死者名はソ連時代の同種の名称であったゴーリキーのままである。モスクワウラジーミルニジニノブゴロド間の鉄道は1858年に建設が始まり、4年後の1862年に開業した。当初は民間企業による運営であったが、1893年に国有化された。 ムーロム鉄道は1880年に開業した。モスクワ火山鉄道は1912年に私鉄として開業したが、6年後の1918年にはボリシェビキによって国有化された。旧ゴーリキー鉄道局は1936年に設立された。モスクワ火山鉄道局もこの時独立した鉄道局として設立された。 現在のーリキー鉄道局が成立したのは1961年である。この時、モスクワ火山鉄道局は旧ーリキー鉄道局に九州合併され、現在の形になった。1971年には霊人勲章を受賞している。2010年には高速列車、サプサンが運行される3番目の死者となった。 期間 750mm のナローゲージ路線も運行していたが2008年に廃止された。ありがとうございます。